門目門目、記号、マムには以下の二つの用法があった。門目は日本固有のかつ日本独特の民間の質量単位の故障であり、門目の文字は一般的には日本独自の告示とされるが、異論、口述もある。中国では門目に相当する単位は1000である。江戸時代では量の1、1に相当する分量単位であったが、 1891年、明治24年の土量工法により抜きの1、1000の分量単位と規定され、正確に3 7 5ムとされた。現行の計量法でも、この換算値が維持されているが、単位名称、門目が、真珠の質量の計量にのみ限定して使用することができ、それ以外の使用は禁止されている。日本でも、明治時代以前は千千 千と呼ばれ、中国語圏では、現在も、千、千円と呼ぶ。また、いくつかの国ではまた別の呼び名をする。それらの単位についても合わせて解説する。十問目十千は両に、百六十問目百六十千、例外ありは、金に、千問目は漢に等しい。中国と韓国での単位名は、千であり、日本でも、近代以前は、千と呼んでいたが、 古くからの要霊もあり、大内科壁所の文明十六年、1484年の条項に、門目の名が現れた。大内家壁所には、金銀両名五条法のことの項目に、小金白金の両目のことは、京都の王法として、いずれも、一両四分半千にて、二両九門目たる、ところに、小金をば、一両五門目に売り買うこと、その言い張れなし、と記されている。 上記は、文明16年、1484年に、室町幕府により金一両が肯定された、当時の文書であり、この金一両4.5問目は、刑目と称した。鎌倉時代後期頃より、金一両は4.5問目、銀一両は4.3問目とする観光が生まれ、銀一両イコール4.3問目とする表量銀貨の単位が用いられるようになったが、江戸時代まで、 奮動の表記は、線であった。江戸時代の、門目の用法はもっぱら銀目によるものが多い。1765年に鋳造された五門目銀に、文字銀五門目と、通過単位として初めて、門目の文字が、貨幣に入った。1871年の進化条例では、日本両目の比較表では、線とされており、貨幣略図ならび品に両目表に、門目の名が現れる。 1891年の土量工法で法的にメートル法を基準とした門目が登場した。日本においても正規の名称は明治初期まで線であった。読み、門目は一文線の質量であることからもやめ、門目と呼んだことに由来する。目は、はかりの目の意味から転じた質量を意味する設備字で目方と同じ意味である。門目の文字は文と、 目を組み合わせたものであるとする説があり、また、千の維持である、泉の総書体に由来するともされる。漢字、門目は、本来、千の異体字として、中国で使用されていた字で、日本の国字ではないとする見解もあるが、字書類に載っていない上に、日本で、門目の漢字として、本来の銭を圧倒して使われために、しばしば国字の例として挙げられる。門目は、 真珠の質量の単位として小取引上国際的に使われているので日本の計量法において真珠の質量の計量を二のみ使用することが認められている。これは真珠が日本の特産品であったことによるものである。この場合の単位名はひらがな表記の門目であり漢字表記の門目ではない。その単位記号はマムと定められている。門目は英語などでは 文目と綴られている。なお、国際単位系においては、文目の単位は認められていない。英語では、メースと呼び、これは、マレー語のから、オランダ語のを経由した、借用語である。マレー語のはさらに、サンスクリットの、マーシャに由来し、これは、インドのベンガル地方の質量の単位、マーシャ、0 9 7 2ムの語源でもある。香港英語では、 関東語由来のシンガポール英語ではとも言う。江戸時代の銀目において、十文目単位、十文目の整数倍の場合には、文目の代わりに、目、目と呼ぶことがある。例えば三十文目は三十目、三百文目は三百目とも呼ぶ。ただし、十文目単位でない場合は、この表現はせず、例えば、十七文目を十七目のようには言わない。また、この、 十目、百目は十問目、百問目に等しい別個の単位ではなくあくまで十問目、百問目のの表現なので、例えば二百三十二問目を二百目三十二問目、などとは言わない。1は、分、ん、線は、りん、1は、もうとなる、問目、等についても同様。この場合、割の用法と同じであり十割の量に対する零点一割を一分とするため、 見かけ上は、量のとなる。分を、部と読まず、分と読むのは、金貨の通貨単位である一部との混同を避けるためで、ある。これは、質量の単位であるが、ゆえの例外であり、これに対したとえば、寸の、分は、部と読む。東大の改元通報十枚の質量が十四、主すなわち一両に相当したことから、一枚あたりの、質量を、千と呼ぶようになった。 それ以来現在に至るまで10イコール1両の関係が保たれている。ただし、海源通報のような鋳造船は規定の質量があるとはいえ、鋳造による代償ありち様でないため貨幣そのものが奮闘代わりになったわけではない。現在の定義、姿勢では1銭イコール5グラムである。線が日本に伝わり、日本ではもやめの意からもんめとも呼ぶようになった。 江戸時代の長銀、小玉銀は、門目を単位とする目方通用の表量貨幣であり、長銀の方は500目方の形態として使用された。このような表量銀貨の掛け目、実測値が通貨単位として使用され、商品の値段は必ず銀目で建てられた。1609年、慶長14年に、金1行イコール銀50目、門目、1700年、元禄13年に、 金一両イコー流銀六十目とする固定相場が交付されたが実態は市場経済による変動相場であった。1665年、漢文5年に土両公の公が統一され、両外省で用いられる文道は後藤志郎兵衛家のみ政策が許され、これ以外のものの政策及び使用は不正を防止するため年金とされた。この文道は、両を 基本単位としており1両から30両、または50両があり、その補助単位、門目に相当する小分銅の単位表記は、1000である。表量銀下の通貨単位は日本では、銀1両といえば、銀4.3門目のことを指し、43門目は、銀1枚と称し、剣上銀、非課銀は、超銀に、小玉銀をかけ足して、売法とするのが、江戸時代以前からの習慣であった。 また小判の通貨単位の量との混同を避ける意味から、銀の単位は、門目及び、間が用いられた。すなわち、掛け目が五両、五両の長銀は、銀五十門目、銀五十目と表した。銀一門目の価値は、長銀の銀品位によって異なり、例えば目まぐるしい改中が行われた、法営年間以降、数種の銀が混用された、聖徳、享保年間では、 商品相場に銀の種別の相場が併記されることもあった。例えば、教法三年十一月頃、千七百十八年、日後米一国につけ、金貨の単位である、量は、本来の金一両から度重なる海中により、時代の変遷と共に乖離して、次第に名目化が進行し、イギリスのポンドも同様であったが、門目については慶長から安政に至るまで、江戸時代を通して、 銀貨の掛け目として維持され独立した貨幣単位としての名目化はなかったとの見方もある。一方で、銀一問目は銀そのものの含有量一問目ではなく、それも海中による品位低下の度に名目化の度合いを高めたとする見方もある。すなわち、問目は銀の重量でなく、貨幣の単位であったと言うべきである。銀札は、本来銀の預かり証であり、引き換え用銀準備のもと、 つまり、額面と等価の超銀への打艦も前提に発行される名目であったが、実際には災害など、藩の財政逼迫の度に多発されることが多く、正銀の額面としての銀の掛け目と藩札の額面との間に乖離が生じるのが普通であった。法営4年10月1 7百7年に、幕府は一旦銀札発行を禁じ、 流通している銀札を50日以内にすべて正銀、超銀、玉銀に引き換えるよう命じたが、例えば、聞い田辺においては、銀札一冠目は、正銀200文目に変えると布告される始末であった。田辺旧時期。また、特に、江戸大公判はしばしば超銀が不定し、代わりに、ン部ゼに勘定が行われるなどの名目化もあった。さらに、 何両二主銀など係数銀貨が台頭し始めた文政三年1820年には十三門目銀と五十目銀と呼ばれる名目貨幣鋳造が提言されたこともあった。これらは五門目銀とは異なり額面通りの両目はなく、出目獲得を目的とした額面としての門目の名目化を狙ったものであったが現には至らなかった。これ以降、門目は あたかも重量単位であり、貨幣単位として名目化することはなかったかのような印象を後世に与えるようになったと思われる。また、丹波福知山藩でも幕末に30問目の1、9程度の両目 12.3g、3.3問目の銀30問目、及びさらにその半量の銀15問目を試みにしている。幕末に徳島藩は、阿州通り、宝、10問目銀札や、 一問目洞察の動画、土佐藩は、土佐藩、県、十問目などの動画を試みしているが、いずれも、貨幣の重量とは、無関係である。慶応四年、明治元年5月9日、1868年の、布告により、貨幣単位としての銀目は、使用が停止され、直前に、銀相場は暴落しこの日の大阪における、 姉妹相場である金一両以降、銀百十九門目四分九輪は、銀目廃止時の手形を金手形に直す場合の、標準両外相場となった。これをもって、江戸時代の金銀相場は集結した。成果である長銀、小玉銀、五門目銀も含むについては、慶長銀一貫目は、金八十九両、聖矢座銀は一貫目は、金十二両三分三種に換算されて引き換えられ、 その他の品位の銀も、元有量に応じて引き換え価格が提示された、明治元年10月10日大上官たち。銀目廃止の直前に、銀目手形所持書の多くが廃止に伴い銀目手形が、無効になると誤解し成果との交換を求めて、両外省に殺到する取り付け騒ぎとなったため、大多数の両外省が支払い不能となり、閉店に追い込まれ、江戸時代に高度に発達した信用組織は、 壊滅的打撃を被った。成果である長銀、小玉銀の、両、文、主単位の貨幣による引き換えは明治7年、1874年9月に終了し、その後は、長銀、小玉銀は、貨幣としての機能を失い、進化、円、線、輪による交換は認められず、地金として取り扱われた。この当時の一問目は、奮闘や、 低貨幣を実測して推定すると、現在のメートル法を基準とした3.75グラムより、やや小さく、金星を通じた、平均値で3.736グラムであり、江戸時代終盤に、やや増加して3.75グラムを超えた。狩りや駅債は、清の人が持ってくる奮闘を、日本のものと測り比べても、リンゴの違いもない。また名、草原、塔の子。 一戦イコール3.73グラムから変化していないと述べている。貨幣の両目から、後藤家の奮闘も、中国の奮闘を元気として模倣したものと推定され、江戸時代の一問目は3.73グラムと見積もられる。銀目以外の、門目の用法として、金座において、金銀地金などの両目を表す場合に用い、金貨の品位は44問目の純金に銀を加えて、 全体の両目を76問目7分とした場合の、金位44、76.7イコール573.7、千は76問目7分位と表現された。また、各地金山、銀山からの算出量や、雲上高なども、管や、門目で表される。これに対し、銅山から算出される、銅地金は、金の単位が用いられた。

質量の単位には千門目が単位換算表や貨幣の両目表に現れ、ただし、第二次大戦前までは千も併用されていた、一千一門目、イコール約3 7 5 6 5 2 1四8 6 4 2 3ムと定められた。その後、単位換算の便宜を図るため、1891年、明治24年の土量工法により、 一貫イコール正確にキログラム、すなわち3.75キログラムと定められ、門目は抜きのと規定されたので、一門目イコール正確に3.75グラムとなった。貨幣の両目に門目が公式に採用されたのは、明治30年1897年の貨幣法からであり、門目単位は昭和8年1933年に、 メートル方表記に変更されるまで用いられた。日本の計量法における扱いは、門目、門目、日本の計量法上の名称の通りである。なお、門目の専売倍である、間、イコール正確に 3.75kg は、非法定計量単位であり、真珠の質量の計量の場合であっても使用が禁じられている。日本の五円効果の質量は、 政令で3 7 5ムと規定され、ちょうど1問目に相当する。大正5年、1916年の貨幣法改正において、補助貨幣である一線制度下の両目が1問目と規定され、大正5年2月24日法律第8号、大正9年、1920年の改正では10100の両目が1問目と定めされた。 大正9年7月27日法律第5号。大韓帝国時代の1902年に伝統的な単位とメートル法との対応が規定されたが、1909年には日本式の塗料工法が定められ、この時に日本の門目、官ももたらされた。ただし門目の読みは朝鮮語で銭を意味するドンであった。従って一ドンは3.75グラムに当たる。 1964年に、土量法はメートル法に統一されたが、貴金属や漢方薬の計量において慣用的に使われている。香港では、1884年の香港法令、第22条で、オンス、約3 7 7 9 9 3 6ムと定められた。現在はメートル法へ換算して丸めた3 7 7 9 9 4ムと、され、漢方薬の処方などで使われている。 一方、貴金属取引には、金鉱線が使われていて3 7 4 2 9ムとされている、金鉱とは、トロイオンスなどのトロイの訳語だが、金鉱線自体は、トロイオンスとは関係ない。マカオも、香港と同様である。東南アジアのいくつかの国では、ゼ銭に当たる単位が、現地語の単位名称で呼ばれている。名前は違うが、いずれも、量に当たる単位のである。 シンガポールではチーイコールタヒル3 7 8ムで香港のゼニとほぼ同じである。マレーシアもシンガポールと同様である。インドネシアではチーイコールテール3 8 6ムである。フィリピンではマースイコールテール3 6 2 2ムである。一部は枚数楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。